うずす。何そうよ。いや、その今日よ。今日よ。だってその珍しい、そっちに座ってる、うん、今日は実は、はい、村上の持ち込み企画なんですよ。あら、持ち込み企画。はい、はい、正直僕はそこまで関与してないです。あ、そうなんですか。はい、村上がやろうって言って、はい、以前あの LINE のあれでもやったんですけど、うん、皆さんにあのモノマネ作ってもらったじゃないですか。作った。僕が一応チープモノマネというふうに呼んでて、最近僕がやっているモノマネ、ダジャレみたいなこうモノマネみたいのを作るというのを LINE でやって、武田鉄矢がダメだ鉄矢、僕は寝れません、あ、僕は寝れません、告げ口剛、先生、あいつが買い食いしてました。あ、ハモリさんはね、ハモるんだよね、タモリさんね。髪切った一旦 CM です。違っちゃって、そのもうあれで実際に皆さんに出してもらったのが、うん、何個かね、やっぱり実際にもう使ってるんですよ。おお、なんで今回また考えてもらおうと思ってえ、また考えてもらおう。はい、100 100? 今日でです。今日だけで100よ。100? 今日だけで100、はい、あ、ちょっと待って、吉井さん、すみません、お願いします。当たり前みたいに使わないなんか、何回かやってる感じだよ。こういった感じで以前出してもらったので32あります。これはもうすでに含まれているということでこの32はこの中でね、だこれとかもともとあったんですけど、でその時一番 MVP というか、というか魚国へ、あれ8番誰、8番魚国へは児玉さんにもらったやつとか。え、今魚国へどうなったの、どんな感じになったの。やってよ。ギョ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 ホタテ、小骨が喉に刺さるでしょうかいいな、いいね、いいね。でなんかいろいろ、またやすい中渕剛志もまあやらせてもらってますし、どうなったん。道しよう引きしようそこチョイスするんだいろいろでやらせてもらって32あるんですが、あと68個です。残り68個、68個なんで、そのうちのうち3つを今日、この3つがいいぞってのを選びます。松井さんがやってるじゃん。僕がやってる100の3っていうやつね。100の3の、もう 100個出して3つ選ぶっていう、はい、あれの本気で僕のためだけ版ですこの100の3っていうのは、はい、全部流れてしまうから。なるほど、これでほんまにいいんかっていうのも残ってしまうことがあるからね、うん、なるほど。あんま考えずじゃボンボンいくよ。もうその確かに100個ってかなりのペースで出してかないと。そうなりですよ。え、もう漫画のキャラクターで、おホラエモンっていうのホラエモン、あれ、ね、嘘ばっかつく。モライモンあるもん。モライモンはもう元々あんねん。もドゥルドゥルドゥルー、生まれ年のワイン、これモライモンですええやん。ホラエモンは何ってこと。これ嘘、嘘よ、嘘よ、うん、財閥の御曹司です。あ、僕ホラエモンです。ドゥルドゥルドゥルー、財閥の御曹司です。あ、いいじゃん、いいか、そうか、そういう、嘘だろ。あと絶対、マッチョです。絶対ないだろって道具出すとか。ああ、いいね。ホラエモンとかもいいよ。あ、ホラエモンいいじゃん。怖い、ホラエモンだ。あ、怖いことしか言わないみたいな。ホラエモンだ。うん、僕ホラエモンです。ドゥルドゥルドゥルー、キシムドア。あ、怖い、怖い。あの、ホラエモンにちょっと似てるやつができたから出していい？ヘイボン小暮。で、ヘイボン小暮で、あははは、録画しといてやろうか。あ、平凡なこと。平凡なことをずっと言う。あ、これいける。しかも何でもいいですもんね。平凡だから。これいける。何でもいいの。お前の洗濯物も一緒に洗ってやろうか。お、ええやん。いい、いい。いいよ。ごめんなさい、このペースでいったら喉やられるかもだからドラえもん、たまたまね、ちょっとガナリが多いね、うん、いいですか、じゃあ、流れ、ボンビーオロゴ。あ、ボンビーオロゴ、あの、ちょっと貧乏な、あ、いいやん、はい、オロゴ、うみー、うん、試食食べさせてくれよ6000円足りませんとかね、うん、ごめんね、6000円足りません全然足りひん
そこだね、ほら。そこだ、やっぱ。大事だ。6000円足りません。ちょっと、なるほど、ボケになってった方がいい。まあ、でも未来はあるかもな、ボンビオロ。ボンビオロ、ね、ボビオロ。うんうん、あのクローラ。あ、あ、ローラー。腹グローラかクローラかね。はい。あ、いいね、いいね。腹黒にローラ。なんか楽しい感じで、うんうん、ちょっと怖い、はい、腹黒いこと言うと。クローラだよ、バッターを。テンポはいいけどね。テンポはいいですよね。オッケーだもんね。あれオッケー。あ、そうですね。オッケー。オッケーがバッターになる。単純にその現象だけど、そのオーローラみたいな。オーロラって。あのさ。なんかもうちょっとさ、なんかその怖くなる、そんな空気作られたら、なんか、ね、なんか怖いのよ、違った時の。いいじゃん、ごめんなさい、あの本当やるの俺だから。いや、そうだけど、もうちょっと俺らさ、何のメリットもないもんね。だから全然いいよ、揉めんの早いの。そうですよね、後半やの。だけどさ、だけどさ、またさ、聞いてよ、ちょっと。いや、どんどん出して、そんなもういいだよ。村上は団体競技と経験してへんから、分からへんの。そう、チームプレーみたいな。徐々に覚えていこう。そういう言い方良くないだったらどん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 、本当にどんどん出しちゃってください。どうですかこれ。はい、言ってください。テコンドー雅彦。テコンドー雅彦か。うん、ああ、ちょっとそうだね、ちょっとやってみてほしい。アッシーでーす。いや、あ、出たよ。これはいい、出たじゃん。キレがあるわ、やっぱキックだもんね、うん、いいですね、うん、これいいかも。はい、いい、はい、ジブラケン。混ざったんだ。アインとか、アインだね。ウェルトのやつは大体友達。両方のファンからめちゃくちゃ怒られてる。バカにしてるみたいになってる。あ、そう、なんか良さそうだったけど、でもかっこいいけどな、なんか、めっちゃかっこいいです、なんかジブラさんの声に合わせたアインでもいいかもしれない。そうそうそう、あのちょっとがなしゃがれ声、かっこよく。ジブラさんの声ってどんな声？アイン、うん、違うか。これでも大事だよ、やってみてしっくりくるかな。まあ、まあ、そう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 、大事ってこと。どんどんそういうの乗ってきてねえの。木村拓哉さんとかもなんかあればね、やりたいけど。木村拓哉さん、ね、ちょ待てよがあるから、そういう分かりやすいフレーズがあるから。え、じゃあ例えばキムタコとかでもいいけど。ちょ待てよ、ちょ待てよ、ちょ待てよ、ちょ、ゆでよ。タコをゆでるってこと。ちょあ、救急車の音とか、なるほどなるほど、あるじゃないですか、うんうんうん、こういうのはできるのかな。じゃあ飛行機みたいな、グレてる飛行機の音できる。これね、ちゃうか。ね、立ってもらったちゃんとやってもらってね。まあまあ、でも要素として、要素、いやでもこういうことからの、うん、これはじゃあF1 図。 F1 図、世界が終わるまではをちょっと F1 っぽくちょっと歌ってみる。世界が終わるまで、うーん、誰にも僕は好きじゃないですね。厳しいな、意外と。はっきり言うたな。なんか、いや、あのさ、簡単に出せないね。簡単に出せない、ね。いや、全然簡単に出してくれちゃっていいです。好きなものって言っただけです。その出したことを否定してるわけじゃないんで。これは、ちょっと今の最近の感じやけど、この苦渋。あ、これいいよ。今流行りだし。うん、苦しそうに縄跳びダンスするっていうさ。ちょ、ちょ、
まあ持ち帰ってもらって一回これでもやり方次第ではどう可能性いや分かりますその苦渋はね踊りとかもちゃんと覚えたらなんかいいかもしれない、とりあえずこれは、はい、これをやっといた方がいいんじゃん劇場とかでフルーツポンチのあたりあたりじゃなくてあたりがよくやるやつにあたりの要素を入れる、うん、よくやるえで耳真っ赤にするいやそこまであの細かい描写は大丈夫自衛隊ギャグじゃあ最初は10ジャングル行ってヤーがあるから、うん、それで当たり、うん、当たり最初は10アイス食ってヤーイ、うん、悔しいとか悔しい悔しい悔しいこれをじゃあケインお酒小杉さんケインお酒小杉さんパーフェクトウイスキーちょっと違うなあだからあの、うんうん、21とか使えんじゃんああ21これちょっとお酒濃すぎるなって言われたらなんかそうジンとソーダ割合21 お酒濃すぎだろお前、うん、いいケインお酒濃すぎケインすね毛濃すぎでもいいケインすね毛濃すぎこれで君もハーパン履けない違う違ういいいいケインケ濃すぎケインケあケイン毛が濃すぎあのケインなんか腕毛脇毛あ腕毛脇毛、すね毛、背中毛、これで君も、ケムクジャラボディ。もういいけどね。これは、はい、ケン・イ・コスギ。あ、ケン・イ・コスギ。ケン・イ・コスギ。これいいかも。だから、内定とかを与えるみたいな。うんあうん、これで君も、テレビ局の社員権威な権威があるから、ね、政治家の息子、うん、そういうそういう権威ある人ばっかり言ってくっていうか、うん、あじゃあ ですよさんじゃなくて消すよそしたらそしたらちょっと邪魔だったんですよねもう会えませんあ、ええよ消したんだケスヨさんケスヨさんもう会えませんはいいかもしれないえこれもじれてるのかちょっと謎なんですけどいや全然いい全然いいそういうのあの拳銃を持っている拳銃を持っているちっちゃかピンこれはいいよガチャカピンかチャカピンチャカピンかめちゃくちゃ怖いじゃんチャカピン名前いいなガチャピンが本来どんなんやったっけね、向こうみたいな感じだよねガサガサした感じだと思うだそれは確かにこう、わぁムックも欲しいね、うん、そうね、ムックだからムックがずっとこう怯えてるっていうこのうん、うんうん、ムックほらやってよっていうね、チャカピンがやってるムックがビビってんねんな村犬ってやっぱほら俺、尾崎豊かのあ、尾崎さんないんですよ、まだ実はえそうなの、うん、尾崎自然豊か尾崎自然豊かこれはね、例えば あります、ね、盗んだバイクで例えば知れとこへとかでいいと思う盗んだバイクで知れとこへバイクかバイクも変えなきゃもっと自然じゃないのかな動物とかの盗んだバイソンで盗んだバイソンで盗んだバイソンでオアシスへ大事だな大事だな大事だな尾崎無邪気豊かね無邪気豊か無邪気豊かはむしゃむしゃ食べると服汚す、うん、むしゃむしゃ食べると服汚す無邪気だね無邪気無邪気豊かかこれが無邪気豊か、うん、覗き覗き豊か覗き豊か覗き豊 き豊か心の隙間に入り込むちょっと一個に飛んでるな一個と飛んでるか覗き豊かね確かにこれさ100結構多いやろこれめっちゃ大変じゃんまだ 56? もっと、うん、ポンポン出していってもいいかもそうだ100の3
チャカピンの相方、フックぐらいでいいんじゃない、うん、あのチャカとフックで、うん、あチャカピンフックの、うん、ポンキッキーズじゃなくてチャカピンフックの、ヤンチャッチャーズヤンチャッチャーズチャカピンフックのヤンチャッチャーズはいいかもしれないですね、うんうん、でチャカピンがからかって、うん、ムックが怯えながらフックで返すっていう、うんうん、あ野原しんのすけ、クレヨンしんちゃんとかもなんか欲しいんだけどね。オッケーオッケー。それクレヨンしんちゃんって。ああ、それクレヨンしんちゃん。それで何でもいい。クレヨンしんちゃん。みぜえ。クレヨンうううう。うううう何それ。いやクレヨンしんちゃんです。クレヨンしんちゃんを入れてってね。みぜえ。おう。十円クレヨン。これは？はい。クレソンしんちゃんで辛みがあるけど栄養価が高いんだよなっていう。辛みがあるけど栄養素が高いんだよな。トゥントゥルトゥントゥントゥントゥル。全く考えてへんけど出してみていい？うん、はい。カバン三世。カバン三世。カバン三世。もうそこじゃん。カバーン、ラン、レーン。どんどん行こう。ちょっとルパンでじゃあ。はい。ロールパン不賛成。ロールパン不賛成。食パンがいいんだよな。おいいね。G パン大賛成。G パン大賛成。動きやすくていいと思うんだよな。とちゃん。審判残念。審判じゃんねえ、今のアウトだと思うんだよな。ああこれハライチのネタや。ハライチのな、初期の頃のそうですね、うん、こういうやつやってたから。確かにロマン三世みたいな。ロマン三世ほうしずきよちゃん、ほうしずきよちゃん。自慢三世、自慢三世。もうじこちゃん、ゴールドメイク持ってるんだよな。そうそうそう。ゼニガタのトッツァン、ゼニガタのトッツァン、なでなでがたのなでがたのトッツァンとか、こちら、なでがたであります。だからリュックがすぐ落ちちゃうとか。リュックがリュックはすぐ落ちちゃうでありますカニ型、カニ型がカニ型、ルパン、ルパン、こちらカニ型であります。ズワーイどういうことルパンじゃなくてズワーイすごい、あ、肥満三世だっけ。肥満三世。あー、アブラミちゃん。あー、一気にギャグ漫画感があるんですよ。アブラミちゃんってね。フジコにかかってないんだよね。我慢、我慢、我慢三世。我慢三世。フジミちゃん、ハイヒールで頭蓋骨叩かれても怒らねえんだよな。単純になんかルパンの真似がどんどん上手くなってすごい。うずつマジ何なんですか。受け、受けようと、自分だけ受けようとしてるわ。自分が受けようとするのは絶対違うんだよね。お互いやから疲れてんの。お前もダメになってる。うず